失われた星へ笹串は、ガストより2012年4月26日に発売された、プレイステーションビータ用ゲームソフト。2021年3月4日には、HD リマスター版、シェルのサージュ失われた星へ笹串デラックスが、プレイステーション4、ニンテンドースウィッチ、スティーム向けに発売予定。オンライン専用ゲームであり、 我々の世界から7つの次元を隔てた異世界にいる少女イオンと PSB タを通じてリアルタイムでコミュニケーションをとっていく中で徐々にストーリーが進行していくパッケージ版ソフトで提供されるのは日常パートと試練編第1幕でありそれ以降の物語は試練編第2幕と日常パートの追加モーションは無料試練編 第3幕以降と追加コスチュームは有料のダウンロードコンテンツとして提供される。それぞれのプレイヤーの行動をネットワークを通じたクラウドデータとして制作側が受け取ることで今後追加される物語にも影響する部分があるとされている。また、本作は同一の世界観を基にして様々なジャンルハードウェアで展開される。 予定の新シリーズ、サージュ・コンチェルとの第一弾とされている。発売直後より進行に、致命的なものも含む多数の不具合やサーバトラブルが発生し、公式サイトでは謝罪の文章が掲載された。また、スタッフが不具合の対処にはリフられた影響で、発売前は月に1回のペースで追加されると、されていたダウンロードコンテンツ開発は大幅な遅れが生じていた。 2012年11月に行われた公営テクモホールディングスの2013年3月期第2四半期決算説明会において本ソフトで発生している不具合についてユーザーへの謝罪がありガストでは初めてのオンラインタイトルでありサーバーでゲームを演出していくことに対して不慣れであったことが原因であるとの説明があったまたこの席で サーバープログラムに関する支援を進めていることも明かしている。2013年2月21日にこれまでにリリースされた世界パックと新規特典を同梱したリニューアル版である RE Incarnation ーーが発売された。また既存ユーザー向けに特典のみをパッケージした DLC のアンバサダーパックも同日に発売されている。2014年10月2日には すべての DLC が収録され、ゲーム内時間をプレイヤーが任意で進められる、非オンライン版、シェルのサージュオフラインから失われた星へそ探しが発売された。日常パートとジェノメトリクスパートに分かれており、日常パートでは p s v i t a のタッチスクリーンを使用したイオンとのコミュニケーションを楽しみ、ジェノメトリクスパートではイオンの夢世界を修復し、 修復によって蘇ったイオンの記憶を垣間見ることができる。購入パッケージに入っているのは日常パートと試練編、第1幕のみで、日常パートの動作や声の追加と試練編、第2幕は無料で、コスチュームと試練編、第3幕以降は有料で配信される。イオンにはプレイヤーの声は伝わらないが、プレイヤーの言動は世に思いとして伝わる。イオンは、 プレイヤーと同じく1日24時間で生活している。しかし、プレイ開始直後は、イオンの世界とプレイヤーの世界に時差があるため、プレイヤーが起きている時間にイオンが寝ていることもある。しばらくプレイすると、イオンの生活時間をプレイヤーに合わせることができるようになる。デートや食事の時間をプレイヤーが予約することもできる。プレイヤーはタッチスクリーンで、 コマンドアイコンや選択肢やイオンをタッチしてコミュニケーションを取ることができ画面をスライドさせて視点を変えられるアイテム採取やアイテム制作やアイテムの使用をイオンに頼むこともできる制作できるアイテムはイオンの記憶が蘇るたびに増えていくまた特定アイテムの入手によって海やショッピングモールなどの仮想空間へと出かけられるイオンには シンホリズムという状態パラメータが設定されており、それにはラブラブ度、空腹や眠気を表す状態、機嫌、派手さ、地味さとズボラ、気調面の度合いを組み合わせて表示される、性格傾向、甘党、空党とこってりやすさりの度合いを組み合わせて表示される、食の思考がある。これらはプレイヤーの行動により変化していき、ラブラブ旅は、 夢世界のストーリー進行とデートによって上昇していく。イオンの夢世界に入って、イオンの記憶を蘇らせるのが目的。物語の章を選択し、入った扉の先の廃墟を修復すると少しずつ物語が進行する。修復には、シャールという心の妖精を、バーコードを PSB 他のカメラで読み取らせて生成し、ヒュムのポイントを使用して契約する必要がある。 シャールにはそれぞれ担当する属性が存在するため、廃墟の修復には多くの場合複数のシャールが必要になる。修復が完了することで次の修復ポイントが表示されたり、イベントポイントが発生して、イオンの記憶を見ることができるようになる。また、上記の通り修復されるのは、イオン自身の記憶であるが、その一方で、プレイヤーが主張する物語の中には、 イオンが知り得ないい他者の記憶も多く含まれている。シャールシャールは、イオンの心の中から生まれた、イオンにとっての希望の妖精である。シャールは、シャールの巣に、最大6体まで、ストック可能。シャールには、種族、性格、属性の概念が存在し、種族はさらに種、属、化、性質の組み合わせで分類され、属性には水、木、金、土が存在する。 性格は、シャールの音声や発言に影響する。シャールは大気中は、水槽のような巣の中で吹き出しのポップアップを出して、つぶやいている。シャールの生成には、エアンコードのバーコードを使うが、同じバーコードからは、同じシャールしか生まれない。また、自分の契約、シャールの数が多ければ多いほど、また、同じシャールと契約している人が多ければ多いほど、 後から契約する人が契約に必要な貧富が釣り上がるする仕組みになっているため、高性能であったり希少価値で人気のあるシャールは契約貧富の値が高騰している。契約を解除すると契約貧富の半分がプレイヤーに還元されるが、装備品やパラメータは引き継がれず、新たに同じシャールと契約すると一から育て直すことになるが、能力値やレベル等の基礎パラメータは契約している。 全プレイヤーで共有しているため保持される。なお、最初にその種族と契約したプレイヤーの当該、シャールには特殊なコスチュームが付与される。貧富は、イオンとのコミュニケーションや、フォローした相手のシャールを撫でる、マイクロクエーサーでエネルギーを送信する、廃墟の修復完了、自分のシャールが、他のユーザーの廃墟を修復しに行く、サーバー時間で24時間ごとに更新される。 シャールのお願いを達成すると入手できる。シャールウィッシュは手持ちシャールごとに依頼が入るが、その中にはイオンの胸にタッチするなどきわどい内容も存在する。このシャールウィッシュはイオンの真相真理であるとされている。シャールは1体あたり1日1回、マイクロクエーサーというところにエネルギーを送信することができ、これを行うことで貧富を入手することができる他に、 全プレイヤーの送ったエネルギー量が一定に達すると、新たなコスチュームなどが解放される。なお、マイクロクエーサーでは、他のプレイヤーの SNS でのつぶやきをランダムに表示する機能もあるほか、エネルギーを送ることができる量が増えるボーナスタイムがある。プレイヤーはフレンドになった他のプレイヤーのシャールの巣を覗くことができ、そこのシャールを撫でるすると撫でられた、シャールの LP が回復し、 そのプレイヤーとのシンクロ率が1から2%上昇する。貧富は契約の他にシャールの能力を高めるスキルの取得や装備品の取得、種族変更に使用する。各種族の用紙はプレイヤーごとにカスタマイズできるが、能力値とレベルはそのシャールと契約している全プレイヤーで共有している。修復にはポイントごとに必要な属性があり、 複数の属性が必要な場所もある。その上、修復には時間がかかり、修復ポイント1箇所に派遣できる手持ちシャールは一体だけである。さらにシャールには LP が存在し、LP がなくなったシャールは休息させて、LP を回復させないと修復作業ができない。そのため、修復中のシャールは途中で交代させることはできるが、必然的に手持ちのシャールでは、 修復ができない、もしくは時間がかかりすぎる事態が発生する。このような事態に備えて、他のプレイヤーのシャールを借りることができる、レーバーシャールというシステムが存在する。レーバーシャールはランダムで、選択画面にリストアップされた他のプレイヤーが契約しているシャールか、フレンドの契約しているシャールから借りることができ、一度に引き連れられるレーバーシャールは、指導力パラメーターによって決められている。 一つの修復ポイントで手持ちのシャールを含め最大5体まで同時に修復できる。シャールの修復能力の速度はシャールのレベルと想像力のパラメーターによって変化する。また、ユーザーごとにシンクロ率が設定されており、シンクロ率が高いほどシャールの本来の性能を引き出せる。シンクロ率は修復完了やシャールの装備品やスキルの取得、シャールウィッシュの達成。 他のプレイヤーからシャールを撫でられることで上昇する。プレイヤーはシャール経由で同一シャールと契約している他プレイヤーの SNS に文章を送ったりフレンド申請をすることができる。プレイヤーが持っている PSB だが7次元先の世界にいるイオンが手に入れた古い機械とつながった。プレイヤーはイオンとコミュニケーションを取りながらイオンの心の世界を シャールで修復しイオンの記憶を蘇らせることになる。イオンの記憶では、彼女がいる惑星、ラシエーラが、寿命を迎えた太陽の脅威にさらされていた。ラシエーラの住民も、また、惑星移住を提唱する、天文と、しまほを使って、太陽と惑星を再生させようと提唱する、自分、それぞれの組織と支持者によって世論は、真二つに割れ、世界は疲弊していった。 そんな中、皇帝の代替わりが行われることになり、天文と自分はそれぞれお互いの息がかかった巫子を、皇位継承者として擁立することになる。第一幕始まりの小倉聖ラの時期皇帝を決めるための皇位継承の儀が開始され、天文王女、イオナサルと、自分王女カノイールがそれぞれ旧市街地へ送り出される。待ち構える群衆に対して、皇帝候補として、 堂々たる態度を見せるカノンに対し、何も知らずに怯えきったイオンは、終始逃げ惑い、翻弄される。その後、万十皿の路頭に迷っていたところバーストが発生する、寸前のところでターボーと名乗る少年に拾われ、彼の母親ルーレイの経営する雑貨屋、ルルに一応の居場所を得る。その後イオンはターボーやその友人プラムやキャストの、信仰を深めていく。 第二幕天地方向巨大な花を咲かせる、島方によって、万樹皿に迫っていた、バースト直撃の危機を救ったイオンは、万寿皿を後にして次なる町としてコロン、夢の玉へと向かう。夢の玉では、現地の天文区長パリーに迎えられ、この地が断線による重力消失に悩まされていることが知らされる。さらに時を同じくして、対立候補であるカノンもまた夢の玉を訪れている。 中、突然イオンの元をネイと名乗る少女が訪ね、行動を共にしていくこととなる。第3幕それぞれの決意無の玉での出来事から、昇進のイオンは、ネイの提案により TZ チューブカンパニーへの招待を保留して、彼女の住むコロンプラネタリーメゾンへと向かうことになる。ネイとのやりとりや彼女の踊り子としての仕事ぶりなどを目の当たりにしたイオンは、皇帝候補としての自覚と自分にも何か。 思いを伝える手段がないかということを改めて意識するようになる。それに対してネイは、ちょうど開催されようとしていた年に一度のプラネタリーメゾン最大級のイベント、ラシェーラスターライトへの参加を持ちかける。最終幕宝石と心イオンとネイはそれまで先送りにしていたネプツールの招待を受けて TZ チューブカンパニーへと向かう。そこでは新世代シェルのトロンの中枢である。 ネプトロンが研究されており、イオンにダイバーとして、そのネプトロンとの同調を頼まれる。一方、キャスを人質に取られる形で同じくカンパニーに協力するためやってきた、グレーコフは、同行していたターボーに自らと同調させたシェルのトロンを持たせて、キャスの救出を託す。その後開始された、起動実験は不調で中断されたかに見えた。 1> 第一幕分かち合い TZ チューブカンパニーでの事件に関する聴取などのため、情報集約都市アルメティカにあるプラズマ本部へと連れられてきたイオンは、そこで、交友継承の議以前からの知り合いであったレナルルと再会する。その後、同行するジェノムであるテレフン県の故郷がここアルメティカであるとのことから、一時的な外出を許可されたイオンは、先の事件により、 シェルノトロンの使用規制がかけられるようになり、シェルノトロンに依存する民衆からは大きく反発が高まっている様を目にする。そんな中、人々の救済に当たっていたカノンと再会したイオンは、彼女の協力を得て、真相を得るために町そのものであるジェノム・アルメティカとの同調を行う。一方カノンもまた、自身の生まれの秘密の真相を知るために、アルメティカとの対話を行っていた。 第二幕偽りと真実のシカノンを循環行動に送り出したことで再度プラズマに拘束されたイオンたちだったが、クオンタイズを名乗る集団によって脱出し、コロンフォーシーズンへと移動する。そこでイオンたちを迎えたのは組織のリーダーでありまた、ネップツールの娘、そして旅びたびイオンに協力していたノエルであるサーリー・プランクであった。 自らもカノンを追うために循環行動に向かうことを頼むイオンに対して、サーリはイオンの存在自体が生み出す世界への危険性を指摘する。その後、案内の条件として、サーリの通う学園の学園祭を回る一行は、ネプトロン開発のきっかけになったという研究者、ジルと対峙する。そこでターボーがレオンに乗っ取られていることや、 ネーガジルとつながりがあるということなどが発覚するが、生命維持を行うーニトロンを停止されたサーリの病状は、急激に悪化し、死期が迫っていた。第3幕次元崩壊循環行動の最深部、ジェノミライ研究所へとたどり着いたイオンとサーリは、そこですでに亡くなっていたと思われていた研究者、クラケットに出会い、先んじてやってきていたカノンとも再会を果たす。 クラケットは異なる世界から連れてこられたイオンの存在がラシェーラ崩壊の要因になっていること、イオンを元の世界へと返すことを計画していることを語る。一方、同じくジェノミライ研究所にやってきていたジルはサーリオ人質にとってシェルのトロンサーバーからレオンの本体、ネロを解放する。ジルの目的は、 ネロの内部に存在するかつての研究者であるウンドゥと再会し、そしてそのためにネロを元の世界へと返すことであった。最終幕覚醒時の未来研究所においてネロが元の世界へ送り出され、イオンが死亡してから2年後、サーバーであったネロがいなくなったことによるシェルのトロンの喪失により、天文の権威は失墜し、自分による統治が行われるようになっていた。しかし、 それでもなお、バーストをはじめとする世界の崩壊が止まることはなく、人々は危機から脱せずにいた。その状況下で、ジルに危機感を覚えたもとを分かっていたサーリ特ー有ラケットは、ルルに身を寄せていたが、目立った行動を起こせずにいた。しかしある時消息を絶っていたネート再会し、ネートチェーンしていたウンドから、現在自分が進めようとしている、セーブベゼル計画の実態を知らされる。 そして現在の状況を打開するために、イオンの俯瞰視点を利用した、六軸移動によって、状況を遡り、原因を探り出すことを告げるのだった。第一幕七次元の彼方六軸移動によって、時間を遡り、ネロを送り出そうとしていたジルを阻止したね。その後イオン、ネロ、サーリは負傷したカノンが治療を受けているという天文の、高中移民船ソレイルへと案内される。 同時刻、キャス、ターボー、白鷹の3人は、コロンフォーシーズンでの出来事以降の記憶が曖昧な、ままで、ソレールの表層に設置されている、テーマパーク、パレス、ニューロキールのアトラクションを楽しんでいた。外出許可のパスを与えられ、レナルルに連れ出されていったようをよそに、ネロ、サーリも、またニューロキールへ向かう。生身の体を得たことにより空腹に悩まされるようになったネロは、 ちょうどその場を通りがかっていた、キャスたち三人と遭遇する。ネロは、ウルージアと名乗り、その後追いついたサーリも含めて、キャスたちに同行して、一緒に、ニューロキールを回ることになるのだった。第二幕死害なる世界へ、パレス、ニューロキールに仕込まれた、洗脳電波を解除するために、電波塔へと侵入していたキャス、サーリ、ネロは警備の手から逃れるために縦港を飛び降り、 ソレイル内部へとたどり着く。その直後に遭遇したジルの罠にはまる形で捕らえられ、キャスのみがその場から逃げ延びる。同じ頃、プラズマの新たな特務総監に任命されたレナルルの会見が行われていた。一方イオンは回復したカノンと二人が共に皇帝になるべき蘇生ではないことを知りつつも、それでも世界を救うための決心を新たにしていた。夢の玉で、 資料回収を行っていたネートクラケットも、ソレイルに戻った後に軟禁状態に置かれ、異なる可能性軸で得ていたシャールを統率する能力を利用して脱出を図ろうとする。そんな中、天文総水、リーベルトの指示で、イオンに対する再教育プログラムが行われようとしていた。第3幕皇帝シェルノトロンパニックの危機を一心同体をもって収集に成功したイオンたち。 テレフンケンとの別れを惜しむ間もなく、皇帝との液見を許され、カノンと共に宮城へと向かう。皇帝の嫉妬を受け、打ちのめされながらもその思いを新たにするイオンとカノンは、その後皇帝の希望として人儀を託される。一方その頃、権威の挽回を狙うリーベルトは、コロンフォーシーズンの邸宅に目を寄せ機会を伺っていた。そして、ジェノミライ研究所における準備が整ったことを知ると、 手勢を連れて世界を引き換えにした騎士改正の一手に打って出る。最終幕、ラシェーラカノンを失いつつも新たに皇帝に即位したイオンは惑星の崩壊が間近に迫る中、日々その責務を果たすため奔走していた。最大の役目であるラシェールフューザーを歌う時を前に、イオンはネイと共に再び各地を回ることになる。最後の旅を終え、とうとう、惑星、 ラシエーラそのものをエネルギーとした移住計画が開始されようとしていた。本作ではユーザーとコミュニケーションを取りながらゲーム開発を進めていくためいくつか不定期放送されている。シェルのサージ失われた星へ捧ぐしデラックスに関するカテゴリー。ありがとうございます。